ゴラン高原、ゴラン高原、ゴラン高原ハドバトシュエルジャウラン、マータファーツエルジャウラン、ラマットエゴランは、イスラエル、レバノン、ヨルダン及び、シリアの国境が接する高原である。以前は、シリア高原と呼称されていた。シリア及び国際連合は、同高原を、アルクナイティラの市政区域、クネートラ県の一部であると考える。シリアの放のある土地であったために、 独立以来シリアと対立するイスラエルは、第3中東戦争、1967年で、高原総面積約1800平方キロメートルの、うち7割程度を占領。第4次中東戦争、1973年で、奪還を試みたシリア軍の攻撃を退けて、同地の実効支配を続け、1981年に、併合を宣言。 ゴラン高原の用語の使用に反対を示している。イスラエル国防軍が1967年から1981年まで占領して軍政下に置き、後にクネセトで制定されたゴラン原法に基づき民政下に置かれた。イスラエルを除く当事国及び国際連合とほとんどの国連加盟国はイスラエル領であることを認めていない。 国連安全保障理事会が決議497、イスラエルの併合は国際法に対して無効である旨採択し、同地がイスラエルによって不当に併合されたシリア領であるという見解が固定化した。シリア系住民はイスラエルとシリアの戦争で約10万人がゴラン高原を離れ、2019年時点で約2万4千人が居住する。 1970年代以降、イスラエルは入植地を建設しており、ユダヤ人人口は約2万5000人で、イスラエル政府は今後30年間で10倍の25万人へ増やす目標を掲げている。1981年の法律でイスラエルは第三次中東戦争以降も同地に止まる。シリア人にイスラエルの市民権を与えた。イスラエル国内での就職や、 国外渡航の制約が少ないイスラエル国籍を取得するシリア系住民もいる。一部のユダヤ人及びシオニスト組織はゴラン高原を自由なユダヤ人の土地あるとしているが、この見解は現在のイスラエル政府の見解とは反し、また国際的にほとんど支持されていない。シリアとイスラエルは現在もゴラン高原の領有権を争っているが、 第四次中東戦争停戦後の1974年以来大規模な武力対決を行っていない。口述のように外国軍が両国軍を引き離しているほか、シリアとイスラエルの支配地域はフェンスで遮断されている。ご覧高原の戦略的及び水源地としての大きな価値は両国の交渉が不確かであることを意味している。国際連合の PKO 国連兵力引き離し監視隊、ザ・ユナイテッド・ネーションズ・ディシンゲージメント・オブザーバー・フォース、アンドフが1974年に設立され、停戦合意の実施を監視し、地域の現状を維持している。現在1000名を超える国連平和維持部隊が平和の維持に従事している。日本も1996年から自衛隊を派遣していたが、シリア内戦による情勢の悪化に伴い2013年に、 撤退している自衛隊ゴラン高原派遣も参照。シリア内戦では、バッシャール・アル・アサド政権を支援して介入したイラン、革命防衛隊と、その支援を受けるヒズボラが、ゴラン高原を攻撃し、イスラエルが反撃した。これに対して、アサド政権を支援する一方でイスラエルとの関係も重視するロシア連邦が憲兵隊による、 ゴラン高原のパトロールを2018年8月2日に開始するなどして両者の衝突を防ぐ体制をとっている。さらに、レバノンはヘルモン山の領域にあるドブ山のシェバ農場として知られる地域の活場を要求しており、シリアの公式見解は農場はレバノン領であるとしている。しかしながら、レバノンからイスラエル軍の撤退を確認するために2000年に 派遣された国連のチームはゴラン高原の一部としての農場がシリア領と同一であることを間接的に保証した。2019年3月21日にはアメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領がゴラン高原の主権はイスラエルにあるとの見解を表明し、翌22日にはシリアとアラブ連盟が非難する声明を発表。3月25日にアメリカは正式に イスラエルの主権を認める手続きを行ったが、国際連合や日本などは引き続き、イスラエルの主権を認めていない。6月16日にはイスラエルが、ゴラン高原の新たな入植地をトランプ高原と命名するなど、イスラエルによる実効支配は一段と強まっている。ゴラン高原には、多くのドルーズ派及びチェルケス人の集落が存在する。イスラエルから見ると、 ガリラヤ地方の北東に位置し、行政面では北部地区の一部とされている。イスラエル人の入植地は1970年代にカツリンの町が建設されたことに始まり、多くの器物及びモシャブが建設された。イスラエル以外の国は、ゴラン高原でのその居留地の合法性を認めていないが、ゴラン高原には諸外国からイスラエル経由で年間約300万人の観光客が、 ほう、名産となったワインは日本を含む約30カ国にイスラエルから輸出されている。シリアはゴラン高原をクネートラ県の管轄内としており、その県とクネートラも第3次、第4次中東戦争の間はイスラエル占領下にあった。シリアの手に戻った現在も廃墟のまま保存されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。